携帯携帯探してるよ。どこいたら、あ、後ろだ。こんばんは。お風呂に入ってまいりました。今日は餃子と炊き込みご飯とほうれん草のお野菜を食べました。初めて炊き込みご飯を作ったんだけど楽しかったです。あれ、アッパーレーかけちゃった、間違えた。あ、違う、アップが人気をかけようと思って。わかるけど、アッパーレーかけたい気持ちもわかる、自分が。熱っ、お風呂、熱っつつ。で、ネイルを落とそうと思った。行こうかな、なんか欲しいものが出てきた。カヌレーって言ってる。似てるかな。今日カヌレ売ってたからちょっと効果もやっちゃったけど、カヌレってめっちゃ高いんだね。やめた、やめちゃった、カヌレ買うの。あー、ちょっとなんか泣きそうだったって。あー、懐かしい曲かもね。しばらく聴けていない曲だね。お風呂上がりルーティンは基本的にものすごい保湿をするんだけど、そういう時はルーティンなのかな。今はお風呂に入るタイミングでアップルウォッチを充電するっていうルーティンはできたかな。あとはお風呂に出て、髪乾かす、あ、化粧水を一番最初に塗る。マッサージ、顔をマッサージするよ。これはルーティンかな。もうプガニキに入ってからやるようになりました。あの坂の上まで地のほど好きですね。いいよね、生で聞くとよりね。カヌレ想像の2倍ぐらいの値段、高いよね。ちょっとびっくりしちゃった。でもそれぐらい価値があるってことだからね。原料は何なんだろうね。カヌレの原料気になる。はい、今日9時からニキラジカがあるんですけど、ゲストさん、あ、待って、どこまで行って告知ですよね。あ、大丈夫だ。ゲストさんがいらっしゃるっていう。でも楽しみすぎるけど怖すぎて聞けるかな。怖い。めっちゃ怖い。思ったんだけど、カヌレに出るってやったら普通怒るとかだって。本当？え、面白かったんだもん。怒っときゃよかった。違うでしょ。私の沸点ってどこなんだろう。
なんて言ったら怒るかな。ゴキブリに似てるとかだったら怒るよ。どない？あ、でもカマキリは怒んない。似てない、私カマキリに似てるって言われて確かにってめっちゃ思った、うん、カマキリにちょっと似てるんだよ、体の形とか手の感じとか、うん、ちょっと似てるなと思う、うん、スプラで煽られても大丈夫だって。まあなんだろう、でそこまであんまりあれかもしれない、あんまり向きにならないのかもしれない、適当なんだと思う。おこって、いや怒りっぽいと、怒りっぽいって短期ではあるんだけどね、なんだろうね、カキだよ。難しいところだよ、私多分沸点が分かりづらい人間なのかも。ちゃんと思うけどカマキリ動くと似てる。え、もうカマキリ似てるよね。あゆくんググいただきました。それ GG かな、もしかして。ボルデモートは怒った方がいいだって。高校の時のあだ名です。だからゲーム、高校の時にやってたゲームのやつとかは全部ボルテモートで名前で、今スプラトゥーンもボルテモートになってる名前、うん、自分のことは大丈夫だけど友達とかメンバーに対してだと怒りそうだって。あー、でもあれだね、メンバー悪く言われるのは一番嫌かもしれない。そう、メンバーのことを悪く言われた時はのは嫌だよね、やっぱり。そんな感じ、この気に入ってるやん、ね、ボルテモート。あだ名があんまりなかったのでボルテモートって言われて結構いろんなとこ使ってました。そうよ、気に入ってるってなんか何名前にしようって思った時に思いついたのが、あ、呼ばれてたんだと思って、ボルテモート、うん、面白くない？ボルテモート。そうね、耳かゆい、耳がかゆい。怒らないのが一番だね、疲れるから。ボルテモート的にいたら面白い。でも私ボルテモートを知らないからボルテモートにしてるね。ボルデモートなのに、ハリーポッター見たことないんだもん。言ったらボルテモートってやってたらボルデモートなって毎回言いました。カヌレも確かに、カヌレ最初分かんなかった。カヌレって何だろうってところから始まった。ちなみにカヌレ知らない。いや分かる、他にあだ名ってあった？だってないのよ、本当にあだ名がない、なかった昔。なんかあや、梶島、どっちか。だからないね。だからなんかちなっちゃんみたいなとかもないし、あやっちゃんとも呼ばれるわけじゃないさ、あっちゃんとかあーちゃんとかもないし、かじもなかったし、あれだね、あのスーパーの主婦の皆様にはかじっちって呼ばれてた。
それはあったから。エビハートありがとうございます。だからスーパーでアルバイトしてる時はカジッチって呼ばれてました。うん、あやたも自発。あやたね、自発じゃないんだ実は。そう、あやたんって呼んでくれてる人もいて、何人かいてみたいな感じだったかな。そっから私が言い始めたけど、で友達にファンの人の名前をあやたんにしなよみたいな、なんとか担当って言うんだよみたいなこと言われて、それ知らなくて、ってなって、じゃあそれにしようってなってあやたんですけど、あだ名元ネタ知らないあだ名だった俺も。名札にカジッチ、あ、全然返しまだったの名札名札返しまったよ。広めたの自発って、自発かな、どうなんだろう、私が言っただけかもね。でも結構いろんな方にあやたんって呼ばれ始めてたぐらいだったかもね、あやたんはオタクの方が言い始め、いやそうそうそう、こんな広まると思ってなかった。自分最初めっちゃ恥ずかしく恥ずかしいよ。そう、家事しかなかったから、うん、そうだから実はあやたんはファンの人が地味に広めていたっていう感じかな、うん、じわじわだからさ、確かに長い目で見るとね、うんうん、俺も昔ラグナロクの意味を知らず、ゲームのキャラ名や機体名のラグナロクしてた。よくわかんない、どういうことだジャニーズさん的、あ、そうなんだ、あやたんって、あ、じゃあダンス、あ、そこ発信、じゃあ私もカッコつけていこうかな、これから合ってんのかなこんなポーズしないか。てっちゃんハートありがとうございます。結婚してちょっと待って、ボルテモード可愛いになってるちっちゃい、いろんな名前が、いろんなの、あ、めっちゃいろんな名前が出てきてる。 T シャツにしちゃうくらいだって、ちょっと私がいじってたみたいな感じだよね。でじゃあ頑張ったやつ早く見せたいのって、うわ見たい、見せて。はい、ジュンです、こんばんは、こんばんは、ありがとう。カジもオタク初だって、いや違う違う、カジはね、もう私がオーディションを受けるときに本名を出さない、候補生の時って本名を出さないんですよ、出さなかったんですよ、か出さなかったんですよ。で何出しますかって言われたときにカジにしようって、でカジって呼んでたのは中学のバスケットボール部の先輩、ニコス上の先輩が呼んでました。林真って名字強すぎ、そうそうそう、あーなるほどね、かっこつけるてかフレーミングのへえ、担当って言うの、男性アイドルさんめっちゃ言ってるイメージ確かにあるかも、勝手にうちが使い始めちゃっただけなんだウケる面白い、熱々、あっもういいかな、おおいい感じ、ピリピリ取れそうです。やばい、カリカリしなくてもめっちゃ取れてる、あ取りやすくていいわ、ちょっと小指か、韓国はペン、あそうだよね、ペン、いろんなのがあっていいね、これ
ことはみんなはあや担当ってことか。私は担当って言ってるから女性アイドルさんにまみれて私ダンスアイドルさんみたいになって。面白い、勝手に使っちゃった。そう考えるとアップが受けたタイミングが違ったらあやが定着してた可能性がある。確かにあやって私がさ名前をさあやにしてたらさ、私今頃あだ名あやだったんだ。だって あだ名あよかったじゃん、ボルテモートとかにしなくて。まー、あ、ちゃん、りっこ、りんりん、ちなっちゃんだからね。名前、最初の名前は、そうそうそう。でも私普通に本名言いかけてた気がする。でなんかこうあだ名で候補生を挑んでいたので、私が本名梶島彩ですって言った時なんかめっちゃ名字やばみたいなちょっとなった気がする。であまりにも名字が珍しすぎて当時のニュースかな、ネットニュース全部漢字間違ってて、社長にすいません漢字が違いますって言って、だから私の今の名前で検索かけても初期の記事出てこないんですよ。そんなことがありました。難しい思い出ですね。あ、俺のアイタン T シャツ欲しすぎるだって嬉しい、ありがとう。あれ限定 T シャツとかやったからね、確かにそんなに枚数も出せなかったからちょっと復刻できるように頑張ろう。復刻してほしいっていう T シャツ結構あるんですよね今ね、カジューの T シャツで嬉しいよね。名前だった、あ確かに。あ、よいしょ、あ私映ってない映ってるかと思った。島は普通じゃんって漢字全部間違うおかしいでしょ、島は普通じゃんって。あれあれあれ、記事の全部だ、あれだ、記事全部間違ったか、記事ん初期に初めて出た記事が全部間違ったのかな。そうそれだけ、えそれだけそれだけ。社長も私を合格させた時の資料を三水じゃなくて鹿島の G がね二水になったまま登録したのかなとか思って、よかったそこで気づいてとか思って。まあでも二水でもよかったんだけどね、別にいいんだよ全然いいんだけどね、そんな変わんないし、うん、梶谷だとからとそうだね、二水だもんね。検索ヒットしないならダメよ。あ、じゃあ、二水全部もう元の活動を全部二水にしてもよかったんだけどねって思っただけ。そうそう。全然。ね、そっちの方がね、簡単だしなとかも思ったんだけど。でもママとさ、社長との三者面談、まだ高校の時の加入だったので三者面談の時に本名で行きます。行ってもいいですかって言われて、あどうぞみたいな感じで言っちゃったからそこで言っとけばよかったよ、あの二水の方が多分普通です確かに、うん、アップティーの YouTube あねー曲げ直してもらっちゃったんだ。そうそう、でも今思うとさ本名ってやるの大変だよね。
めっちゃ今更だけどめっちゃ大変だって梶島だもん。姉ちゃんとかが結構迷惑かかっちゃったりしてます実は。だからちょっとたまに苦しい時もありますが、でも私は自分の名前が大好きなのでみんなに知ってもらえたの嬉しいよね。そうそう、こんなに家族に影響が出てしまうとは思ってなかったっていうのが正直なところではある。じゃん、あ、ちょっと痛い、しみる、ちょっとささくれだったから、あ、切れない、すごい顔してた、ごめんね。いいよ。何してんのみんな今。もうすぐ寝る、取れる。私親戚いないしな。梶島家の人ごめん、私の家族以外の梶島に会ったことないです。飲んでるって、おいしいだったです。私はお茶を飲んでます。かくなっちゃった今飲み終わりました。意味ないんですけどね、これネイル落としてます。あと10月2日に新しいネイルをしようと思って、まあでも爪を休ませようと思って今のタイミングで、そうそう、で10月1日にお仕事っていうかライブがあったりもするんで、そうあるから、まあ、それまでにはネイルは復活したいなって思ってるけど、だからちょっと爪休憩一応あやって言わないでください。あや見てるとあやって言わない。お風呂わざと、あ、一緒だ、スプラナウ、わっ、やろう、私もこの後やろう。あ、でも一回家を片付けたいんだよね。そう、かゆいかゆい。ショールーム見てます。あ、嬉しい、ゴロゴロ最高じゃん。難しい。楽しみにしてて、見せてあげる。あ、インスタにあげるね。お、千夏からLINE来た。すごくない？やっぱ私ショールームやると千夏からLINE来るんだよね。姉島さんの場所、対面の人に家事の親戚、家事の親戚とかご家族ですかって聞かれないのかな。ライブ前にネイル変えてるんだっけ。最近あんまネイル変えてなかったな。うん、確かに。ご飯食べてゆっくりしよう。明日食べたい。なんか姉ちゃんでも結構友達にバレた、ゆくゆく言っててごめんねっていつも言ってます。うん、まあごめんしか言えんけど宮島変わったら会社もいなくなるって多分、うん、私たちどうしたらいいのかなって思ってるところです。なんか女姉妹なんですよ。男の子いないから誰か苗字をもらってくれる人はいるかしらね。その指で操作するちょっと怖いのってガンダムみたいでしょ。ドゥルルルル、なんてしない、今幸せ、今永遠ずっと希望、一人じゃないって時間すごくする
パン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 。この手のひら握ってる夢ごと一番星に投げてやろう。向かい足を取る方法と、あやの、あやって呼ばれるかもしれない子供がパパ島さんとママ島さんの養子に入る方法ある。難しい、なになに、むず、いやー、そういうの分からない。そう、あの相関図を作りたいですね。バオバオ、火事が泣いた時バオ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 って私はよく泣いてました。もう泣かなくなりましたね、大人になりましたね。あんまり泣かなくなりましたね。梶島じゃなかったらどんな名字がいるって、うわー、なんか百均とかでハンク売ってたらいいなって思っちゃうけどね。なんだろう、なんでもいい、なんでもいいのよ。難しいね。何がいい、何がいいかな。でもね、佐藤まで行っちゃうとちょっとポピュラーすぎて名前を覚えてもらうの大変な苦労とかきっとあると思うよね。だからなんだろう、でも画数は少ない方がいいかもそう、梶島がものすごく画数が多くて、うちのママが書くの大変だからって言って名前一文字にしてくれたんだけど、ママもうやばい、ママね下の名前もものすごい大変なの。だからもうね、すごい時間がかかって大変そうだから、服部さんって読むんだっけこれ。なんかちょっと珍しいな。もう私めっちゃありきたりなのがいい、ありきたりなのがいいんだけど、あのめっちゃ画数少ないのがいい、いいけど周りにいないのがいいから、今の友達とかと一緒にはならない方が、まあ、ややこしくなくていいかなとは思うから、私の周りに友達とかにいない人は、なんだろう、むずいな。なんだろう、なんでもいいんだけどね、画数が少ないのがいい。なんかないかな、中田、あ、中田さんは私友達にいないからそれはいいですね。中田さん、あ、林さんとかめっちゃいいですね。めちゃめちゃ、あ、めっちゃいいです、林さんとか、あ、上戸さんにしません？私上戸さんがいいと思います。上戸にしましょう。私明日から名前上戸です。これで私は上戸彩さんになれるってことですね。ありがとうございます。よし、決めた、私上戸になる、明日から上戸、お願い、もう明日から上戸、もうそれにする。みんなの推しはこれから上戸彩です。マジ？じゃあすごいね、みんな ウェットになってる、君めっちゃウェットになってる、ウェットになってるけど大丈夫ってビジュアルが足りない。あ、次世代の上戸彩だよ私は。これありそうだな、マジで神戸彩惜しいな、欲しいんだけどな。面白い、上戸知恵さん、いや名前違くなっちゃった、名前違くなっちゃったよ。みんな明日からウェットアイアンのファンになる、あ、ウェットアイアン担任になるってことです。次世代のウェットアイアンですか、神戸彩超嫌なんだけどいいけど嫌だ、神戸彩
神田の女王だからね。いや、チェってないんだけどね。神田が面白いな。Just for you。 面白いね、みんな。上戸彩さん素敵な名前ですよね、めっちゃ。M1 の司会できるのかなって確かに。いやでも違う、次世代の上戸彩です。私はね、上戸彩ってさ、上戸彩さんと言ったらあれですよね、私さ、この間のなんだっけ、隣のチカラくんだっけ、なんだっけ、なん合ってる、隣のチカラくんだっけ、あのドラマめちゃめちゃ面白かったですよねっていう感じ。私めちゃめちゃさ、あのドラマ好きでさ、この話なんかすっごいしてたけど、ごめんね、また戻ってきちゃった。面白いんですよね、あのドラマ。もう一回見たいな。あ、でも全然ごめんなさい、全然違う話していいですか。あのわらしべ長者の話を、すごいんですよ、聞いてもらっていいですか。わらしべ長者の話をしますね、今から。私今日わらしべ長者みたいなことが起こったんですよ。なんかすごいなって、普通にあの純粋にね、これぐらいのテンションで思ったんですけど、あの iPad に接続してるキーボードカタカタカタってやるやつがあるんですけど、私それ実はなくしちゃって、ママが誕生日プレゼントに買ってくれたのにどっかにやっちゃったんですよ。ごめんねってママに謝ってさ、次の年の誕生日にまた新しいの買ってもらったわけ、ありがとうって言って。まあちょっと安いのを買ってもらったんだけど、まあロジクールのね、新しいのを買ってもらったんですよ。そしたらね、たまたまそのロジクールさんの、あのたまたまですよ、これはクレームとかじゃなくて、それそうあるよね、たまにはそういうことはっていう話だけど、ロジクールのあの製品がね、ちょっと体調不良で動かなかったんですよ、うまく。なんかそれを連絡して、あのうまく動かないですって言ったら、じゃあ対応しますねってしてくれたの、すごい丁寧にさ。したらさ、結局動かないからどうしましょうってなった時に、その私が買った製品がもう生産終了してて、新しいのをあなたにお届けすることができないんです、ごめんなさいって言われたわけ。あ、そっか、じゃあどうなっちゃうのかなって思ったら、あ、じゃあそのこれをあのお送りする形はどうでしょうかみたいな感じで言われたのが、前なくしたキーボードだった。一緒の製品で、あれこれ私が前持ってたやつじゃんと思って、あ、じゃあぜひそれいいんですかって言って、欲しいですそれみたいな感じで言って交換してもらえることになったの。すごくない？ママに言ったらそんなことあるんだ。そう、そんなことがありました。だから同じ製品が返ってきます、なくしたやつ。得しちゃったんだけど、いいのかな、なんかすごい申し訳ない気持ちになっちゃったっていう話です。わらしべ長者みたいじゃない、すごいよね、えってなった。ですよ、ちょっとわらしべ長者とは違うねちょっと違うけどね、ちょっと意味合い的に違うけど、なんかそんな気分でした。それはなんか面白いことあったなと思って、みんなに話そうと思ったんだけど、あ、面白くなかった、ちょっと弱いめいや普通に単純に普通にあのなんていうのかな、ちょっとあの細かく言ったら違う、わらしべ長者ではないんだけどうち的にすごく嬉しかったことだったんだよね。そう、あ、え、すごいみたいな、こう運命ってこういうこと、ごめんね、勝手に私が運命って感じちゃったんだろうな。
ちっちゃいことかもしれない。私さ結構こういうことさ、あのなんだろう、心に大切にしまっておきたいタイプなのそうそうそう、こういうちっちゃいことってなんか小さな幸せが私にとって大きな幸せなんですはい、そうそうそう、そうこのテンションで喜んでただけなんだけど、確かにそうだよね、そうだよね、ごめんごめん、そう、うちぎりなんかそう勝手に盛り上がっちゃってツイートしちゃっためっちゃ勝手に盛り上がっちゃって自分で、そうそう、あーそうね、そうね、盛り上がっちゃった、てへてへてへ私そういうの大好きなんです。あれだね、結構あのそう結構一人で盛り上がっちゃうことあるからさ、私あーゴミ箱に指が落ちてしまった、ごめん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 、私じゃなかったね、難しいね、日常の幸せをもっといっぱい見つけますね、そしたらまた教えますごめんね、こんなことしかないね教えていたのごめんな、面白いことだね、よいしょ、いや私的にすごくそれが嬉しくてさ、なんか持ってきてくれた、なんかママがさ誕生日プレゼントにさちょっといいの買ってくれ、私が結構 ねだったんですよ、初めてでは嘘だけど結構ねだっちゃったんですよ、この時に誕生日にプレゼント何がいいって言った時に、私これ欲しいんだけどって言って、願い願いみたいな、そのママがいいよって言って買ってくれたものだったのに、まあその時ね、なくした時は本当にショックで、そうそう、まあ自分が悪いのは分かってるんだけど、慰めてくれる人もいるわけじゃないし、なんかこうすごいショックだったけど、自分悪いしだなんかそれが戻ってきたっていうのを持ってくるって聞いてさ、なんか私もみたいなで嬉しかったんだっていう話自己満の話でした、ありがとうございます、ご清聴いただき、そうそう運命だなって思っちゃった、やっぱからなんか本当にさ、そのさキーボードなくした時もさ、本当にさ毎日iPad に向かってパタ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 やって、終わったってなって、でさ無事にさワンマン自分のソロライブを終えてなくしたの、本当に立ち直れないわね、あれママに連絡するのもさ本当にさやだなって思いながらさ、そうごめんなさいって、すごい嬉しかったの、すぐ言えなかったよ、うん、だってせっかく買ってもらったものなんなくし、直接言ったんじゃなかったかな、もうあまり LINE とかで言うの申し訳なくてなくしちゃったんだよ、でもママめっちゃ優しいからさ怒ったりしないからさ、それもなんか苦しかった、よし、そうテンション上がっちゃったの、だからツイートとかしちゃった、そう普通にテンション上がっちゃったんだよね、戻ってくる、すごい、よしめちゃめちゃだ、あ、色違う色にした、そうなんか同じ色でもよかったんだけど、なんかねあれじゃんクローンみたいになっちゃったらあれかなと、ちょっと愛着を持つためには新しい子っていう気持ちの方がいいかなと思って変なこだわり、よいしょ、
きり。またぜみんな。キーボードなくすは結構すごいね。多分ね、ホテル生活してた時とかに置いてきちゃったのかなって思ったりしてます。でもそしたら連絡来るよな私さ。でもさ、マジでいろんなとこ持ってたのも空き時間にさ楽譜作るのでさ、もうわーってなってたから、なんかそんな気持ち本当にもうね3-4ヶ月か。でも誕生日の時ちょっと前に言ったから結局なくしてから4ヶ月ぐらいか探したよね。なくて絶対あると思うって姉ちゃんに言われてさ、分かった、もう一回かって探して、励まされて探してなかった。こう言ってんの、ネイルは自分でやります。そう、あとヘアアイロンもなくしたことあるんですよ。そう、それは不思議なのよ。家から家出てバスに乗る予定だったんだけど、家を出てバスの直前に、あ、ヘアアイロン忘れたと思って家にヘアアイロン取りに帰ったの。でヘアアイロン片手に持ってバッグの中に入れたつもりだったんだけど、スタジオ着いたらアイロンがないの。え、絶対に持って家から出たのに、そこまでの記憶あるのにスタジオ着いたらないの。絶対にどこかに落としたよねっていう。落としたことあるみたいな、結局なかった、私に買ったんですよ。調子じゃない、謎でしょ。無意識怖い、なんかそういうことが私本当に多いから気をつけないとね。アップルウォッチじゃなくてエアポッツのカバーの方を2週間ぐらいなくしててとか、あとなんだっけ、ファイヤースティックのリモコンも2週間ぐらいなくしてたのに、これか、二重人格だって。主人格かも。姉ちゃんもでもね、たまにやってるのよ。なんだっけ、思い出せなくなっちゃった。なんだっけ、昔よりなくすの少なくなった。いや全然全然です、全然少なくなってない。ずっと同じぐらいなくすもの多いか。気をつけてるつもりなんだけどね。最近アプガニキの曲を聴きながら通勤しております。あやです。いい曲だよね。でさ、ニキアプガニキ大好きなんだよね。怖くない？ごめんなさいね。なんかさ、もう休みの日とかもさ、自分たちのさあれとか見て笑ってますよ。映像とか見て笑ってますよ。何してんねん。なんですよ、おもろ。これなんかさ、あのリップサービスっていうの、なんかグループが大好きでとか、そうリップサービスとかじゃなくてガチよ。怖いもんだって。そうそう、なんか一回アプガニキのグループのなんか動画とか見れなくなった時期とかもあったけど、そんな期間も1ヶ月ぐらいで終わった。すぐ見れるようになった。なんか余裕みたいな。なんかもうそういうスラムとかもあってもすぐ治るの。めっちゃ強くない？すごいわ自分って。なんか私心の闇とかないのかな。すごい、なんかそこ自慢げに喋れるもんね。うん。してからしましょうか。カイジのソロ曲全部嬉しい、ありがとう。
がとうございます。ソロ曲ね、嬉しいな。でも最近よく聴いてるのは、ね、1期生の、ね、曲をね、いい曲じゃねと思いながら最近よく聴いてるんで聴きますね。これキープシャイン、間違えた、キープシャイニングの方が再生数いってんだけど、そうなんだ、うん、その時期何があったのか気になりすぎる。だって何があったかって言われるとやっぱりやっぱなんかいろいろはあるけど、なんだろう、みんなが心配することはないよっていう感じではあるよね。全然大丈夫なんだけど、やっぱこう私にもなんだろうな、こう行き詰まってしまった時もありますからね。その時は本当にもう、見れなかったね、見ると苦しくて、ふんって思い見なきゃいけない映像とかもちろんあったから、それはちゃんと見てたけど、いや私がものすごくプライベートから自分たちの映像を見る感じで姉ちゃんに怒られたりとかするもんね、うるさいよってそう、だって娘、自分のさ妹、娘じゃない妹がさテレビ流れて、いやちょっと嫌でしょ。だからと思うから、その普通に戻った時かも、そういう時ももちろんあってよ、まあ、そんなみんながね心配することはないですけど、いや私が面白いなと思ったのは、なんかそのなんか見えない時期がありましたとか言いたいんだけど、なんかその見えない時期がありましたっていうのは、10ヶ月ぐらいですぐ見れるようになった自分すごくないっていうことを言いたかっただけ。私結局すごいなって思いました。です。そうですね。そうか、自分だから私は基本ハッピーな女だなって思って、みんなにハッピーを届けられる人間でありたいなって。改めて思ってるよっていうことです。よし、今日はネイルケアで。あの15分でニキラ知らない、楽しみだね。いやうち聞けるかな、ね、怖くない、どうしたらいいね。行き詰まり突破したから可能性は無限だよ。いや本当にそれはね、私もさ天才完璧最強アイドルだったらそんなこともないんだろうけど、やっぱり私はまだまだ皆さんに手を借りてばっかりのアイドルではあるから、行き詰まることもありましたね。そうそう、でもみんなにとってあやちゃんがやっぱり一番だよってこう言ってもらえるアイドルになりたいし、もう大人にはなったけど諦めの悪い大人なのでね、私はみんなともっと一緒にいたいし、私ができる最大限までみんなにハッピーを届けていたいです。頑張りますよ。だから私の目標はいつも言ってるんだけど、みんなが10年後20年後30年後に振り返った時に、あいつめっちゃ良かったよなって思ってもらうことそれが私の一番の目標なの。それってすごいかっこいい人にならないと思ってもらえないことだと思うのよ。それを私は目指すから、みんなの心に私を刻んでもらえるように日々から頑張るのさ。100年後でもいいん、違う、100年後、100年後にしよう。よいしょ、わっ、キープシャイニングまたやりたいな。からみんなに期待しててねって思ってるよ。よし、あと15分だね、楽しみだな。でも怖いな、聞けないな。だって今日お姉ちゃんまだ帰ってこないし、やっぱアーカイブださ聞こっかな、どうしよう。
あと100年アイドルしてる人だって、え、いけるかな、ティフとか出れるかな。配信しながら一緒に聞きますかって、え、だって配信しながら聞いたら調査、間違えた、ちょっとさっきじゃない、なんかよくわかんない感じになっちゃうじゃん。でもみんながコメントで怖がるしてきそうじゃん。本当に怖いの苦手なんだね。あ、そういえばさ、こんなプライベートなこと話していいかわかんないんだけど、アブガリがお休みをねもらったの、この間、この間じゃない、今度もらうんだけどっていう話。ディズニー行くんだ、先に言う人いるのかな、マジで。しかもあの右手の親友と左手の親友と3人でディズニー行くの。こんな先のことを約束できたのって、あ、耳慣れだ、あいて、あ、超楽しみ、嬉しい、本当に嬉しい。伊豆行きたい、先出しする人なんかいないよね、行ってから言うんだよ普通でも。嬉しすぎて、嬉しすぎて先に言っちゃった。だからみんなにあれするね、写真撮ってくるね、伊豆。伊豆行ったことあったっけ、伊豆ないんじゃないの、じゃあ次は右手をやっていきます。よいしょ、これをねやっとくと後々すごい楽なの。トクトクン、マリオみたいにはしゃいでる時の動画待ってます、はしゃぐぞ、楽しみだな、何着てこう、あ、服はもうだ、3人でお揃いの、なんか聞いてください、この間あの右手の親友とショッピングちょっと前だけど行ったんですよ、その時に同じスウェットかな、同じようなスウェットを2人で欲しくなって、めっちゃいいよねって言って買おうぜって買ったの、色違いで、おたまたま欲しかったのがそれで、あの2人ともね、で色が違ったんだけど、そういう買おうとか言って2人で買ったの、なんかおそろいしようぜってしたわけじゃないんだけど、あの同じやつだって買い欲しかったから買おうぜって言って買ったんだけど、なんかおそろいならせっかくなんかね、これ着てどっか着たいねみたいな話、逆だろって普通、ここに行くからお揃いで買おうよじゃないのよ、逆だったんだけど、そうそうそう、あのなんかすごい
海外どっか行ったらいいねみたいな話をしてたわけ。ほんで、私ディズニーとかに来ていこうぜって話をしたわけ。ほいで、そのセットみたいなのが3色あって、私が白で、親友が緑買ってて、あとよく余ってるから左手の親友に買わせようぜって言って3色なんか全員でおされに行こうやって話してます。スッスッスッ、勝手にね、いないところで話してます。そう、あー天気が悪い可能性って、あー考えてなかったな。そっか、天気悪いことあるのか。そりゃやだな、雨だったら最悪だな。まあ雨でもいいか。なんかすごい予想なんだけど、結局なんかお店に入ってずっと喋ってそうな気する。ディズニー満喫する前になんかずっと喋ってる気がするけど、大丈夫かな。コースターとか乗らないですもんって。あ、実はその右手の親友と左手の親友、小学生の時からずっと一緒だから、何回もね一緒にねディズニーに行ったことあるんだよ。でも私がいつもぐずって乗らないから、2人で乗ってきてくれるんだけど、でうちが1人で行動するのが好きなのも知ってるから置いてってはくれるんだけど、なんかもう大人になったから私たちそんな乗らないよって言ってた。乗りなよって言ったんだけど、乗りたくなったら言ってねと言ってある。乗らないらしい。もう大人になったら物はあんま歩かないし、あんまり乗らないしって言ってた。そうなの？私あんまディズニー行かないからさ、分かんないのよ。次の日も仕事ですからね、みんな忙しいからさ。ビキギミとキミミザネバスパネガスパイラルからダーツ。ミキラジみんな聞いてね。カジがビビってるっていっぱいツイートしてて、ツイートじゃないや、コメントしといてくれ。いけるかな、あと5分な。ありがとうデートしてもコースターは一人で乗るってことない。はい、そういうこと。どうしても乗りたかったら一人で乗ってきてねって、無理して乗ったりとかうち絶対しないから。そういうとこだよ、本当に思う。私が悪いところはこの気を使えないところ。自分が嫌だったら嫌なんだもん。なんか気使って、あ、じゃあ私も乗るよとか言ったことない。無理、乗らない、バイ。終わり。もう最悪、そういうとこだよね多分。悪いところ、友達とかが少ない理由ってさ、だって怖いんだもん、苦手なの。分かってるんだよ、だからこうみんなに申し訳ない。だから行かないの、だから行かないのディズニーは。誰かと一人で行きたいもん、一人で行きたいよ。一人で行ったらめっちゃ充実できる自信はあるけど、ホーンテッドマンションはねギリ乗れるかな、ちょっと怖いけど。そっか、3人で行ったら2人乗り。あれね、美女と野獣、美女と野獣って2人乗りだから、ディズニーランドとしてどっち行くんだろう。まずそこからなんだよね、まだ決まってない。昨日決まったんだもん、ね。いい感じ、いい感じじゃん。
彼女が否定したら交際にならないことですかね。例えば食事のお店とかも嫌なの拒否部だって。食べなくてもいいなら行く。場は好きなんだよね。そう、場は好きなんだよ。喋りたいし行きたいけど食べれないけどねってで、いいって言ってくれるなら行く。本当になぜ3人でディズニーなんだって懐かしいなって思って。私もコースター無理なんで高校連続一人で観覧車。え、待って、そういうの私大好き。根島さんとディズニー行くのは姉ちゃんがめっちゃディズニー好きなんですよね。来いよって言われてもう行こうってなったそれだけ。まあ姉ちゃんだからうち乗らなくても済むし。暑かったよ、でも姉ちゃんとディズニー行った時暑かった、暑かった。焼けたんじゃない知らんけど、めっちゃもう日傘しかさしてなかったよね。もう日傘とかさして、焼けるとか言ってても怒んないからさ姉ちゃん。ソアリンに乗りたかったの私は。なんかすごいじゃん、なんかすごいソアリンすごいって言うからさ。あ、待って、ヤスリ割ってなくない？ピンクちゃん、ピンク、なんかこのピンク新しいの開けちゃうよ。ピンクないんだから、さっきもらったのに。始まるね。なのにカチューシャつけないだって、うん、え、そんなにつけるのか、やっぱカチューシャって。わかんない、私その基準が難しい。カチューシャディズニーで財布ゆるゆるなるだって。私がね、姉ちゃんとこの間行った時はね、マジでお土産何も買わないで帰ってきてよ。ねえねん、そんなゆるゆるにはならなかったかなって感じ。始まるね。みんなニキラジの準備はできた？お金はちゃんと落としましょうって。いやでもご飯も食べたし、カチューシャも買ったし、ポップコーンも食べたし、お土産は何も買ってないけど。ニキラジの準備って何って。ラジコを開いて、ラジコを開いて、ニキラジ準備できてる？みんな、ほんとツイートとか。千葉だから自分の庭散歩する。まあ遠くはないよね、やっぱ千葉出身、千葉県に住んでるんで。これ見てるから準備できない。そうだよね。じゃ心の準備だけ入ってね。じゃあそれでは最後までご覧いただきありがとう。皆さんニキラジを一緒に聞きましょう。私も頑張って聞きます。はい、じゃあ最後まで、また明日会いましょうね。明日も配信ありますのでご覧ください。それではお手を拝借。階段苦手、わかる。うちにちょっとアーカイブにしようかなとかちょっと思ってますが、以上です。バイバイ。始まる。